どうも、カズドリのおかずです。今回は、はい、この怪我の原因について動画にしましたので見ていただきたいと思います。果たしてどうしてこうなってしまったのでしょうか。はじめに言っときますが、今回少しショッキングな映像が最後だけ流れます。くれぐれも苦手な方はご注意ください。それでは早速行ってみよう。かわいい。はい、というわけで、まあもう怪我から2日ぐらい経ってるんで、だいぶマシになりましたが、ぶつかった当初はおでこに卵ぐらいのたんこぶができ、血が滴ったりっていう散々な状況でした。まあでも次の日病院行ったら何ともないって言われたので、全然問題はないです。皆さんもくれぐれも怪我には気をつけましょう。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。この動画がためになったと思ったら高評価よろしくお願いします。いろいろな動画も上げているのでチャンネル登録も忘れずに。